おはようございます。私は会長一人です。今日は 0% の話と、それからその他いくつか話をテープに入れておきますから、ぜひ聞いてください。もし聞かれる機会があった方は、最低7回以上聞いてみてください。人間の脳は7回以上聞くと難なく頭の中でこなすことができますから、1回2回だとどうしても上手だけスラッと取っていってしまうので、7回聞くようによろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。ですね、今日は0% の話っていうのをします。で、この話はこの話をする前に天命という話をしないとちょっと分かんなくなっちゃうと思うんですね。宿命と天命っていうのがあって、宿命っていうのは変えることのできないもの。例えば自分が男に生まれたとかね、この親のもとに生まれたとか。後から変えられないもの、ね、これを宿命と言います。どこどこの誰々さんとか日本人に生まれたとかね、いうことがそういうことですね。それでその他に天命というのがあるんです。でこの天命っていうのが何ですかっていうと、天から授かってきた使命だっていうことです。でこれってどういうことですって言われた時、天命にのっとってると楽しくて楽しくてしょうがないんです。例え話なんですけれど、うちの豪傑眼というものをこれは素晴らしいと自分が思ったとします。うちのこのホワイトクリームって素晴らしいんだと思った時、そのことをお知らせしたり、そのことを話してるだけで楽しくて楽しくて仕方がなくなっちゃうんです。そうすると楽しいから一生懸命話してるっていうことを 0%、 0%。 何が 0% ですかって言った時、話してれば楽しいんだから、別に買ってくれてもくれなくてもいいんです。お知らせしたいんです。こんないいものを私はお知らせしたくてしょうがなくなっちゃうんです。それで 0% でもいいからやりたいんだ、言いたいんだって言った時に奇跡が起きるんです。なぜかっていうと、天命だから天が味方してくれる。そうすると聞いた人が 100% 100% 買ってくれるんです。テクニックとかそういうのでは 100% っていかないんですよ。それで中には買ってくれない人もいます。わかりますよね。買わないで帰っていっちゃう人で、そういう人はどういう人ですかっていうと、 200% 買ってくれるんです。それは帰って友達を連れてくるとか、ね、親を相談して親の分まで帰ってくるとか、200% だから 100% か 200% しかないんです。ところがそれが崩れてくるのは、心の中に一生懸命話しながら買ってくれるのかしらとか、くれないのかしらとか、そういう天命でないことをするからです。だから天命に沿ったことをした場合、全く自分が 0%、お知らせするだけでもいいって気持ちでした人は、5年後か10年後か必ず買ってくる。 100% です。それでそんなに待たされることもないんです。5年も10年もかかることなく本当に結果が出てくる。だからゼロの気持ちでいますか。聞いてくれるだけでいいんだ。なぜかと言いたくてしょうがないから、話してると楽しいから、ウキウキするから、これが天命なんです。だから天命には 0%、 そして結果が 100% しかないんです。でいくら一生懸命やってもあの人買ってくんなかったの、買ってくんなかったんじゃないんです。その人は 200% になるために今出かけてってるんです。わかります。わかります。ついてるでしょ。ついてます。ついてるとはこういうことを言うんです。わかりましたね。はい、ではこれで 0% の話は終わります。どうも。ありがとうございました。